ミーはちゃんと吹いてね。ミーはちゃんと吹いてね。あ、でも別にそんな別にそんなんでいいです。ただ、はい、最初はそんなにビビって出ちゃった。はい。盛り上げた感じがいいかなと。もう一番最いや一番最初ですよ。出だし。そう。もうなんか強弱記号どのぐらいで思ってました？ピアノからメゾピアノぐらいの感じで、こうちょっとこうあの音を、うん、で メゾピアノで もっと吹いていいです。あ、今のだとなんかちょっと怖がってるだけの感じの音なんで、はい、なんか最初の音だから自分が吹きやすい、なんか気持ちよく吹けるぐらいの音量から始まって膨らましていったらいいんですけど、全部なんか、
から、まあ、アダージュやから、まあ、そんな速くない方がいいんですけど、でもこれしんどいでしょ。しんどいです。しんどいんで、まあまあ、わりかし、これ、あの、8分やってるから、このままでいっちゃっていいと思いますよ。いっぱい行きますか。で、もっとなんか、あっさり軽くいきましょうか。これ。うん、なんかちょっとなんか、なんやろね、アイルの女とかそういう感じを聞いてる感じ。で、これ、トラベルソでしょ。ね、トラベルソのなんかもっと素朴な木のなんかああいうのをもうちょっとイメージしましょうか。でもパーンって今やっちゃったけど それはダメね。力強くやっちゃったからそれはダメね。どっちかというとそこ だってなんかあの空でやってもいいぐらいのとこなんで、パーンってやっていいぐらいのところ優しく。Thank you.
ってる人いてました。なんかでもあんまりなんかタニーっていう感じじゃないけど、ポン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 みたいな、ポン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 でしょ。タニーでチチチってもないし、なんかそのポンっていう感じが、うん、それははっきりはっきりタニングするだけ。スタッカートでもない、はっきりやるだけ。スタッカートではないな。なんかチェンバルがチャッチャンチャンチャカチャンチャンチャってやるでしょ、あれに合わせたタンギング。あれがチャンチャンチャンってやったらな、ね、チェンバルってチャンってすぐ音消えるでしょ。それに合わせる、チャカチャンチャンタ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 ンっていうのに気をつけて、はい、今日はここで終わります、はい、だからやっぱり伴奏もっと聴いて